1977年の三河大野駅とその周囲。駅は、写真中央のやや左上。川を渡った対岸が、大野の町。国土交通省国土画像情報をもとに作成三河、大野駅は、愛知県新城市、富坂江阿佐貝区新にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の途中、駅の一つである。所在地は、 新城市北東の流しの地区だが、駅名にある大野は、駅東側を流れる腕川の対岸にある地名である。開業は1923年、宝来寺鉄道により開設され、1943年の国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化で JR 東海に移管されて、現在に至っている。国鉄時代は、 国鉄バスとの接続駅であったが、これは民営化前に廃止された。駅名になっている、大野地域は、江戸期には、宝来寺と秋葉山を通る、山経路の宿場町として栄えた場所である。明治に入っても、豊橋から豊川佐賀を経由して、本郷方面へ至る別所街道が改修され、それに伴い工業が発達するなど発展するなど、 ウレ流域の中心地であり、静岡県側からも買い物客が来るほどの賑やかな街であった。1892年には八名軍で初めて調整をし、この地方で初めての鉄道は現在の飯田線南部にあたる豊川鉄道である、豊橋駅を起点に1900年に大会駅まで開通した。この時はまだ大野まで鉄道は伸びなかったが乗り合い馬車や、 人力車が大会駅と大野の間で営業を始めた。1919年7月には東産自動車運輸株式会社が設立され、同社によって8月から大会から大野、河合を経て、本郷へと至る路線バスの運転が開始された。これらが三河大野駅開設前の交通事情である。三河大野駅を開設した来寺鉄道は、豊川鉄道の姉妹会社であり、 1923年2月1日、大会駅を起点に、三河川井駅へと至る、現在の JR 飯田線中南部にあたる路線を開通させた。三河大野駅はこの区間の開通に合わせて開業した。同線は全線にわたって売れ川右岸に付設されており、三河大野駅もまた、売れ川右岸の南下良郡流しの村に置かれた。対岸の大野町へは1910年に竣工した。 橋爪橋という吊り橋が駅開設時から存在していたが駅の開設により車の通行できる橋が必要となったため福音を拡大した新たな吊り橋が1924年12月に完成した鉄道の開通は町の人口の減少を招いた鉄道ができると大野の町は中心地としての役割が薄れて人々が都会へと出ていくことが多くなり 加えて対象に入って町にあった製紙工場が閉鎖されたこともあって人口が減少したのである。人口の減少は周囲の町村でも見られたが、大野町の減少率はそれらよりも高かった。1943年8月1日、宝来寺鉄道は豊川鉄道などと共に買収、国有化されて国有鉄道飯田線が成立、それに伴って三河大野駅も 国有鉄道の駅となった。1955年12月15日、国鉄バス園3線が開通した。園3線は、静岡県にある国鉄二股線の宮口駅との間を結んだバス路線である。ただし、開通当初は、大野町止まりで、大野橋の改築後に、三河大野駅に乗り入れた。このバス路線は、1922年交付の、 改正鉄道不設法別表に盛り込まれたが、実現しなかった、塩美鉄道と呼ばれる、鉄道路線のルートを先取りしていた。1971年12月1日に、貨物の取り扱いを廃止した。この駅での貨物営業は、開業時から行われており、クレーンを備える木材の積み出しし駅として、機能していた時期もあった。以降、旅客専用駅のまま推移する。 1987年4月1日、国鉄分割民営化により飯田線とともに、駅は JR 東海に継承された。一方、国鉄バス園3線は民営化を前に廃止され、蓬来町 A バスに引き継がれている。島式ホーム1面2線の地上駅である。ホーム番線は、南側が1番線、北側が2番線である。駅舎は、上りホーム側に存在する。 1996年に完成した、この駅舎は山小屋風のデザインである。旧駅舎は木造駅舎で、本来でエラ鉄道時代には当時静岡県側からの利用が多かったことから直営の宿泊施設が併設されていた。かつては駅員の配置があったが、1991年以降、無人駅であり、管理駅である豊川駅の管理下に置かれている。 2002年の乗車人員は年間84,328人で、そのうち84%に当たる71,178人が定期券での利用である。その他の年の乗車人員は以下の通り、飯田線運行形態も参照2011年3月改正時点で、下りは1日12本、上りは13本の列車が設定されている。種別は普通列車が主だが、 上りに一本のみ快速列車がある。特急、稲ロは停車しない。大野塾、宝来館三河大野駅の所在地は、新城市富坂江であり、富坂江では、唯一の鉄道駅である。この富坂江は、宝来寺山南六、売れ川右岸に位置する農山村である。駅の場所は、江戸期の旧、大峠村の地区である。同じ売れ川右岸を南西へ行くと、旧、 寺林村の地区へで、反対に、北東へ向かうと、旧、引き地村の地区へと出る。引き地は大野から出る宝来寺への三景道が、通っていた場所で、現在その道は、東海自然歩道となっている。新城市大野へは、駅前にある大野橋で、売れ川を渡った先にある。大野には、三河大野郵便局や新城市立東洋、小学校などの施設がある。駅前通り沿いにある、 大野塾、大鳥来館は、登録有形文化財。駅前には、三河大野駅前バス停があり、新城市 S バス秋葉七滝線、湯野屋温泉も来る、新城線が発着する。東海旅客鉄道 CD、飯田線快速、普通本流しの駅三河大野駅、湯野屋温泉駅現在ある大野橋は三代目で、1956年2月に、竣工した。塩鉄道は、 同法第63項にあった、静岡県掛川から二股、愛知県大野、静岡県、浦河、愛知県部設を経て、岐阜県大井に至る鉄道を指す。宝来銚子交通車編、追補、PP37 から38.43から44。ありがとうございます。